さあ見ていきましょう。あーやっぱ野田選手、あー2号艇と当たって、え、小島一礼水神祭あったんですか。現在スリット付近は、さあ野田選手がこれ回り直すと、さあ3コースは主張しそうですね。ポジションとなっています。開催6日目最終日第3レース、うわーすごい、すごいところまで行ったなこれ。1号艇は安井瑞希、2号艇井上夏樹、3号艇野田夏樹、4号艇清水咲、5号艇柴田桃江、6号艇前原千佳、以上6選手の対戦は3レースの一般戦です。ちょっとさっきのやつ続き食べよう。ピット離れ失敗してしまった3号艇の野田、回り込んできましたが非常な微妙な位置取りで、3コースあたりでしょうか。え、やばいやんこれ、やばいやん、天だやん、もろ天だやんこれ、これアウトやんもう3号艇。人気の中心です。1号艇地元の人気の臨戦です。2コースが2号艇の移動、結果的には天だよ、もう完全アウチや。これ対抗の違反じゃないの。はい、また天だ、また天だ、お前何回天だすんねん。天だっていう頭つけ、天だっていう、天だっていうあだ名つけたろかほんま。人気の2人がインと角、第3レースは一般戦、 E コースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。3秒前。あ、でも3号艇行ったね、スタート3です。スタートでスローサーティー、3号艇スタート行ったわ。3号艇5号スローコース、5号艇6号艇も出てきます。1号艇1号艇の安井をまくる3号艇の野田展開。おい、勝つんかい、勝つんかいお主。あ、俺全然全や、俺全然全や、これ俺全然全やね、これ勝つんかいお主。え、めっちゃつくんじゃんこれ、スタートは正常、トップ使い3号艇野田。え、めっちゃつくんじゃんこれ。え、356やば、え、やば、356やんやりたい放題やんこれ。クソつくやろなこれ。仕掛けていく5号艇のシーバーター、相当いく、探すのは1号艇の安井で向こう地面に入りますが、356やいくらつくんこれ。いやでも皆さんがこうやって小島さんレースって言ったから、まあなんかおかしくなるんやろなとは思っとったから全然全然って言っただけであって、実際普通にリアルタイムで予想してたら多分勝ってないですね、普通に野田夏樹なんだもん。柴田ですがちょっとふわっとしました。マイナス50点、天出した甲斐があったね。え、これやば、何もつくんこれ。ちょっと角受け3コースから1周1マーク強く、356やろもうこれ決まりやろ。2番手5号手の柴田、3番手6号手地元奇数、メンバー1号手は、うわめっちゃついた。うん、あ、天だっていうのはあのこう、あの舵を切るみたいな感じ。全然全にいくら貼ったん60億。ちょっともう一回見ようか、今の野田選手の待機行動。あれなかなかえぐいなこれ。ではありますが、まず風の向きがかなり、ここからはい、めっちゃスピード乗せてここまで行く。第3レース一般戦のお返しです。はい、もうこれでもうそろそろ向けんとあかんわ、もう向けなんか、これ3号艇ね、もう3コースの位置や。5号艇清水咲、5号艇柴田桃江、6号艇前原千佳、以上6選手の対戦は7200億でさ。いやもっとやろ、あ、そうか、7200億か。高すぎんじゃう、回り込んできましたが、これこれ待って、これどこあんねんお主。おい、お主の庭ちゃうぞ、小島は。自分家の庭やと思っとるわ、これ、この、これ、どこあんねん、これ。はい、で、こっからまた天だね。はい、これ、はい、もう真横。180度。はい。完全180度ですね、これで、はい。天だ。舵切りました。はい、で、これで一回戻します。はい、戻しました。人気の中心です。1号艇、地元の安井の陰線です。2コースが2号艇の移動。結果的にはセンター3コース、はい、戻しまして、そして4コース、ここでなぜかもう一回、はい、ダブルテンダー、はい、ダブルテンダーね、またテンダーします。まだテンダーが
テンダーが物足りなかったのか、はい、置いてんだします、置いてんだ、置いてんだね。はい、こんなもん違反じゃなかったらおかしいよ、こんなん。はい、ダブルテンダー、これ違反やろ普通に。結果的には3対3の枠なりが出来上がりました。で、これで1着取ると、これで1着取る、これで1着取るからすごいよね。テンダーっていうのは舵を切るって、あの舵を切るということね。はい、で逆にここではねすごく寄るっていうね、逆にスリットではすごくこう内に寄るっていう、うん。5号艇、3号艇、5号艇のコース、5号艇のコースも出てきます。1枠逃げる1号艇の安いをまくる。でこれ素晴らしかったね、このターン、このターンが素晴らしい。最終日もペナルティありますよ、もちろん。最終日もあの待機コードは自己点に追加されるはずです、自己点ね。これって1着の賞金もちろんもらえます、1着もらえます。スリット点だ。パロプンテすぎる、うん。これ待機コード違反でしょ、普通に余裕で。2つぐらい取られてもおかしくないんじゃ。まあ1つやろうけど。いやー、これが8万円つきましたと。はい、次どうでしょう。